はい、今回の動画は iPhone のメールアプリで未読のメールだけを表示させる方法をご紹介します。で、 iPhone のメールアプリでは未読のメールはこのメールの左側のところに青いねマークがねついていますけども、この未読のメールだけをチェックをしたいといったときに、もちろん自分で画面をね指でスクロールして探していってもいいんですけども、未読のメールとですね、あともうすでに既読のメールがねこうたくさんね混在している場合に、一個一個ね自分で目でチェックしていくのは面倒だと思いますんで、この受信メールの表示をですね未読のメールだけに絞って表示させることができます。それでは早速そのやり方ですけども、このメールアプリの画面の左下のこのマークのところですね、3本線のマークのところ、こちらをですねタップをしてください。はい、そうすると分かりますかね。先ほどはね未読と既読のメールは混在していましたけども、こういった形でね全部左側に青いマークがついてますけども、全てですね未読のメールだけを表示させることができます。で、また元の状態に戻したい場合は同じくねこの左下のマークのところをタップをすると元の状態に戻すことができます。はい、といったことで今回の動画では iPhone のメールアプリで未読のメールだけを表示させる方法をご紹介しましたけども、まだ自分がですね見ていない開いていないメールだけをねチェックしていきたいといった時はですね、この機能を使ってもらえると便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。